M シェフ。あゆえをあそうね。でも最初からそれをやった方がそうだよ、ね、やっぱりそのお金もかかんないし。ブロワクティブとか買ったわ。いやいや、ね、ありましたね、学生の頃。全く聞かねえじゃねえかよみたいな。最近 X とかでやっぱね、やっぱ飲んでる人とかが何ヶ月今飲んでますとかのあれを載せてくれてるから、やっぱね、宣伝じゃない人を見てもですね。そうだね。そうだね。そうそう、ある程度なんていうの、フォロワーとかいる人のやつは結構宣伝のも多いから、化粧水とかもね。だから普通の人のやつのね、やつ見るのが一番参考になるなと思って。最終回で、陽子さんとか、やばいじゃないですか。やばい。サキクさんもやばいじゃないですか。直接聞いた方が早い。そう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 。直接聞いた方が。僕らにでもね、教えてくれないんだよね。分かんない。そうなの？本当にやってないのかもしれない。あー、そっかそっかそっか。いつも言う。なんかあー、そうだ、体質なのみたいな。すごすぎでしょ。でも体質な人もいるよね。いるいる、そう、本当にそう。とかさ、でもさ、全然やってない人とかね。小銭さんとかおしぼりでこういうとこ多いです。そんなんやったら大変って思うけど。小銭じゃなくさ、ね、化粧落とさない。落とさないし。嘘でしょと思って。落とさないでとか言ったり、おしぼりで拭いたりとか、全然。でもそんなこと、うちらみたいなのしたら、すぐ荒れるから、絶対に。だから、もともと強い人も確かにいるはいると思うんだよね。いると思う。ね。でもそれにしてもちょっとおかしいもんね。おかしい。羨ましすぎるよね。羨ましい。近場にいる人に聞く方が早いかもね。番宣会でも聞きやすいから。聞きやすい、聞きやすい。いいですよ。うん。でもちょっと高くていけないところもあるかもしれない。続けなきゃいけない。そう、続けるそのものだと、特に。そう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 。自分が子供だったら、その時にやってほしいかったと思うから、そうだね。今やってあげるのが一番いいかもしれないですよ、多分。その時からやってくれれば、よかったのにみたいなこと、ね、結構多分ある。だから今さ、脱毛したいって言っててさ、あー、それはいいんじゃないですか？いいんだけど、なんか脱毛って、今やるじゃん、今中学生なんだけど、今やるじゃん、第二次成長期があって、あ、そうかそうか、加速で生えてきちゃうから、意味ないのか。そう、だからなんか大学生ぐらいにやるのが一番いい、うん。そう、それでいいと思いますけど、でもやっぱ今気になるじゃん。だからやるのも大変だし、とりあえず今は、脇だけやってるんだけど、あー、でも年頃だから、そうなんだよね。確かにお金的には無駄になっちゃうかもだけど、うん、もう一回来ちゃうから、そうそう、自分だったらやってもらえたら嬉しいですよね。そう、自分だったらやってもらいたかったって思うんだけど、思うけどさ、金銭面で脱毛って超高いじゃない。まあね、なんか感覚狂っちゃうかもしれないね。なんか自力でやれって思っちゃう。じゃあ今まあでもとりあえず脇はじゃあやる、から、まあ脇は全然安いからいいんだけどね。箇所だったらね安いから。でも他でやりたかったら頑張ってって言ってたけど、まあ、それぐらいがいいかもしれないですよね。なんか全部やってあげちゃうと大人になった時に困るかもしれない。割と親が何でもやってくれるっていうふうになっちゃったらまずいかなっていう。女の子だとそういう悩み出てくるね。でも自分だったらやってもらいたい。そう、しかもでも脱毛に限ってはさ、もう早いうちにやる。そうそう、やった方がない、ね、そこがない。だから早いうちにやらせてあげたいなと思うんだけど、また来ちゃうと思うと、じゃあその時にしようかなってなっちゃう。男はその心配がないから、まあ、男の子、お金かかると思うの？低コストですね。逆に、勉強の方とか、塾とか、習い事とか。でも、ファッションとかもあんまりお金かかんない。そうね、女の子と比べ物にならないもんね、だってね。美容系もないしね。美容系も。だって美容院とかだって女の子だったらもうちょっとするとやっぱ長くなってきて、カラーしてとか、まあ、トリートメントしてとか、いいのかなってね、切って、カロリーみたいな。お金はかかると思いますけどね。なんだかんだ、服かわいいの買ってあげようと思うとお金かかるし、男の子なんて大体何でもいいもん。大体何でもいいけど、そんな何でもいい男の子ですら、かわいいの買ってあげたくなっちゃうぐらいだから、女の子だったらもっと大変かもしれない。自分の女の子だったら、これもしたいなーって。でも結局さ、なんか、もう気に入ってる、もうそれ、ボロボロのやつを着てるんだよね。やっぱ一番結局気に入ってるのって気に入ってるやつを。それがいいってなっちゃうよね。よかった、女の子じゃなくて。女の子一緒買い物行って大変なことなんだよ、本当に。大変だよ、本当マジでもう。ねえ。いくらあってもっていうぐらい。稼いでもらうしかないもん。
もらうしかない。男の子全く気にしたことなかったな。結構怖いよ、この服は嫌だ、これがいいとか、この手のタイプは嫌だ、この手のタイプってなんだみたいな。ズボンとかも、あのもう本当パパにそっくりだから、ピチッとなってるの嫌いなんですよ。デニムとか、あのまあ子供だから動きづらいっていうのもある。もうね、大体のスウェットみたいな、ちょっとダボっとした動きやすいやつ。でもそういうのすぐ破れんだよな。これね、うちは今思うんですけど、まだ始まらないっていうことは、これもね、聞いてるんですよ。あれ？うちはね、おかしいなってまた思ったんです。そろそろ、子供の話もしているから、始まるんだろうなーって、全然始まんねーなーみたいな。じゃあ、行きましょうか。始まるまでが長い。長い、そう。本日の記録は8分10秒でした。やばいやばい。でも途中でね、佐々木さんの話しながらも流れるようなハンドクリーム芸術性の高いハンドクリームああいうところを流していきたいと思っております、はい、よろしくお願いします。麻雀プロの3人集まったので、ね、はい、麻雀プロが2色でもあるお三方に意味のたわいもないことを認めたら今のように話していただきたいと思います。はい、こちらのコーナーでは視聴者の皆さんからのメッセージ、質問、相談、リクエストを大募集しております。動画のコメントや公式 X の方にどんどん送ってください。ということでございまして、はい、絶対食べるタイミングがなかったということで、今ね、お子さんの話ちょっとしていただいたので、ちょうどいい質問が届いているんですよ、はい、ちょっとこちらの質問をね、今日は聞きたいと思います、うん、子供に何歳でスマホを持たせます、うん、我が家は3人娘で、長女と次女は高1からだったが、三女が今中2ですが、部活動の遠征が多くて心配なのでスマホを持たせたいんですが、姉妹で違いが出るのが心配なの。あ、妹だけ早いって思われるのが嫌なんだね。だからちょっと不安を持たれちゃうかもしれないんですが、まあ、どれぐらいの年齢でスマホを持たせればいいでしょうかというような相談です。まずちょっと皆さんのね、実際のご家庭でのエピソードを聞きつつ相談に答えていただきたいと思います。麻雀遊戯王、これ難しくないですか。でもなんか地域によっても、そう、学校で、ね、そうそうそう、あのみんなが持ってるとことか、そう、でうちは結構もう中学生から持たせたんですけど、うん、今持ってます。今しんちゃん今、うん、中学校1年生でもキッズ携帯みたいな、何でも使える、スマホ何でも使える、普通の、うちも4月から小学校だから、うん、キッズ携帯買いに行こうって、そうそう、最初キッズ携帯だったんですよ。行ったらなんかキッズ携帯の本体が2万いくらして、うんうん、契約自体は500円ぐらいできるって言われたんですけど、本体が2万ちょっとするから、うん、もし今使ってない携帯あるなら、その SIM、うん、だけね、そう、それだと3000円ぐらいで済むから、そっちの方がいいんじゃないですかって言われて、うん、最初うちはもうキッズ携帯を買おうとしてたんですよ、うん、あの将棋行ってて向かいの関係とかで持ってないと、あいつがポンコツなんでパパが時間間違えて僕ずっと待ってたみたいなこと言ったんで、結構シンが行ってる学校はキッズ携帯持ってる子多い、習い事の関係だと思うんだけど、周りが持ってるのに持ってないのはかわいそうだっていうのもあったから、で買おうかと思ってたら、とある日にシンがママの携帯でパパに送ったんですよ、しんのすけですみたいな、パパ頑張ってますかみたいな、はい、あの送ったらちょろいから、しんちゃんからそれが来たのがすごい嬉しかったっぽくて、次の日にしんちゃんスマホ買いに行こうとか言って、LINE ができないとダメだ、キッズ携帯ダメだとか言って、普通のスマホを契約しに行ったんですよ。でもそのキッズ携帯も見に行って、やっぱ向こうの人からキッズ携帯じゃない方を勧められたんですよ。でもさ、その契約によってあるよね。そう、あります、あります。できるみたいな。で制限してます。制限してる。でなんかキッズ携帯だと GPS とか確かにいいことはあるんですよ、うん、その勝手にその居場所を警察の何かあった時に通報してくれるみたいな、でどっちがいいかなと思ったけど、結局数年後に普通のスマホに変えるわけじゃないですか、そしたらいろいろ調べたら、普通のスマホも今は価格安とかあるじゃないですか、ああいうので制限かけれるんですよ、子供の。だから今しんちゃんのはネットに勝手につなげないようになってるのと、アプリも自分でダウンロードできないとか、その課金系がまずできないっていうの全部なってて、あとはそのアプリをこっち側がダウンロードして遊んでるものが親の方に通知が来ます。
だから何を今いじったとか、常にそういじった時にその親の方のあれに連携されるように設定ができるので、それでしかもその格安スマホなんで、あの値段が月々もすごい安いから、キッズ携帯よりも意外と調べるとがいい。でその大きくなってきた時は逆にその制限外すだけでいいんで、そっちの方がいいのかなと思って、それで契約、まああいつちょろいんで、やっぱ子供から LINE 来るとすごい喜ぶんですぐ次の日に本当にしんちゃん行こう買いに行こうって言ってすぐ連れて行ったんで、 LINE と電話と、そうですそうです。でまああの無料のなんかゲームちょっとした、電車乗ってる時とかに退屈しないようにっていうぐらい。ちょうど最近、そのテレビで、インターネットで被害あるのが小学生多いってやってて、そうでもインターネットいじれないです、制限かけてるんで。だったら開けないようになってる、だからもうそういう設定が今できることになってるんで、それはね、あの全然いいかなっていう。他のね、さっき言ってた習い事で心配っていうのもね、あの昔とは違うかもしれない、もうなんか持たせるのが悪いみたいなのもあると思うんだけど、今はもうちょっと時代が違うから、その犯罪とかも違うじゃん ね、結構危ないこととかも多いから、なんか持たせることも悪いことじゃないと思うんだけどね。なんかあった時にやっぱ居場所が分かるのもでかいし、連絡取れるのもでかいし、その制限できるなら悪いことじゃないのかな。でもね、どうしても働いてるとさ、家ね、もね、帰ってきた時いないくて、連絡取れないと心配。心配だからやっぱり何かしら持ってる方が安心は安心だろうねっていう。でもさっきの中二の子もなんて全然いいんじゃないかなっていう。まあただお姉ちゃんと違うから、お姉ちゃんたちがどう思うかってこと。そう。お姉ちゃんが自分の時高校生だったのに、まあ、でもさ、自分も持ってるからさ。そう、持ってるから思わないと。でまあ言われたらね、あの習い事で連絡ちょっと取らないとあれだし心配だから、まあ、お姉ちゃんの時もそうだったけどみたいな、説明するしかない。なんだろう、意外と持たせた方が便利だった。便利は便利。パパが電話出ないんで毎回もしんちゃんに電話します。あいつは絶対出ないから、あの大人ないから、携帯の意味がマジでないんですけど、だからしんちゃんにかけるとすぐ「ん？どうした？」って。あ、パパ変わるねみたいな感じで、そういう緊急で連絡取りたい時とかも子供が持ってるとすごい助かる。ただうち中学生からのも出してて、最初制限してたんだけど、結構夜までこう連絡取り合ったりとかしてたから外したんだけど、あーずっと見てるよね。全然しんちゃん触らない。またライン来た、めんどくさとか言って、だからなんか最初からそういう風に制限されてたらいいのかもね。そうだから、そう伝えないと思ってるから見ないけど、そう見れちゃったりとかさ、そうしちゃうとさ、もう延々とさ、そう見てるから、もうだから最初から使えないにしちゃったらいいんですよ。電話と LINE とだけみたいな。中学生はさ、やっぱなんか調べたりとかしたりとかするからと思って、ネットはそこまで制限はしてなくて、でもその使う時間だけは制限しちゃう。ああ何時までとか、10時までありますで、10時からはみたいな。でも結構なんかそこまでやり取りしてるから、またちょっとかけようかなって思って。いや、自分が子供の時いくつで持ってたかな。中学生ですね。中学生だ。私はあった。小4ぐらい。そうだよね。多分そうだ。だからうち中学生ぐらいだと思います。確か。小学生だったけど、その時はパカパカの。あ、そうそう、パカパカのやつ。そう。今みたいになんかいっぱい使うと、そうね。ネットが落ちて。そう。全然使えない。ネットとかもそんな使わなかったもんね。なんかそのメールとか、友達とのツールだけで使ってたから、連絡と居場所が分かる GPS。てかね、その子供だから何かあった時のために居場所が分かるものと連絡用で持たすっていうのが一番いいかもしれない。ネットはいらないんだ別に。ネットで調べたかったらパパママで。そう調べたい時は言ってくれれば調べるし。でも気になるのは依存ですね。その自分が依存しちゃってるんで。依存しちゃってる。動画見たりとか。視力とかが心配ではあるね。そのずっと見っぱなしだとね。塾行ってんのに成績下がったからね。多分勉強しなくなったんだろう。まあしてる時も、もしかしたら。なんかその、だから休憩とか言って休憩時間が長いみたいな。勉強に集中できてないんだと思う。家にいる時は預かっちゃえばいいですか？あ、でも友達と連絡取るのか。その学校のことも、グループラインとかでやり取りしてるから、むずっ、この問題。ちゃんと自分で管理できないんだったら、制限しなきゃ、こっちがそれだけだなって思ったから。まあ、それをして持たすっていうのは一番いいかなっていうね。安全面で。
だそうですね。なるほど。急に結論が出るってことは、なるほど。でも今持たす分には構わないじゃない。その代わりにまあちょっといろいろと制限をつけて、うん、GPS 的な役割もありますし。そう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 。ちなみにこれうちの方もご飯何歳ぐらいになられたらスマホを持たすことを考えてるんですか。私は中学生ぐらいでいいかな。スマートフォンは中学生から、 あとは生活態度次第です。生活態度次第。さっきさんのお話もありましたけど。そうですね。でもさ、スマホをさ見なかったらどっちにしろゲームとか見ちゃうんじゃない。 YouTube とかゲームとか、だから一緒じゃない。見てもいいけど、うん、依存はしないでほしいっていう、そのメリハリをつけて生活できればいいなと思います。気に来てないな、しんのすけくん。食べるときに見ながら食べる、うん、テレビはいいの。テレビも消してますね。すごいね。ついてるわ、もう。確かに自分が子供の時とかは怒られてはないけど、場所によっては怒られてたなと思いながらも、食べるのがいいかと思ってテレビはついちゃってるわ。もうよっぽど見たい番組がなければ、うん、まあ、ほとんど家の中では消してるんですけど、まあ、テレビは見ないけど、この YouTube とか M リーグとかがついてるって感じだね。だ、環境も悪いね。自分たちのせいだな、こりゃ。最終的に見た結論としては、自分たちの生活もありたいので、ね、スマホ依存にお気をつけください。はい、ありがとうございます。